ラジオのついていないオーソドックスなデジタル時計。左上のマークは PM、つまり午後を示しており、この時刻が午後4時であることを示している。これに使われている LED モジュールは、単体で非常に大量に生産されたもので、いろいろな機器で見かけられるデジタル時計とは、デジタル式の表示装置を持つ時計のこと。アナログ時計に対比される。デジタル式化、アナログ式化は、 表示装置のみによって定義される。時刻を測る内部装置には依存しない。機構はデジタルの電子式であっても、表示が針と円盤であれば、それはアナログ時計である。電子式デジタル時計の例。液晶表示式のもの。電子式のデジタル時計は今日世界中で幅広く普及しているが、時計の機能を生み出す内部機構や装置は多種多様である。 電子機器組み込み型の CPU などの半導体により、装置の位置機能として時刻を計測するものがある。この場合、時刻の精度はそれほど重要視されず、また、汎用の電子部品が使われることもあり、温度による影響も大きく時刻の狂いは大きくなりやすい。現在では、パソコンや携帯電話などに多く使われているが、 日本で多く出回るようになるのはパソコンが普及した90年代以降であった。一方、交流を加えた水晶振動子の規則的な電子的振動により時間を刻むクオーツ式のものは温度差による影響が少なくかなり高精度になる。クオーツ時計は真空間回路を使う1920年代からあったが民生用の時計が普及し出すのは1970年代で、 ある。また、交流電源を使うものでは、電気の向きの変わる向きをダイオードで検出し、1、50あるいは1、60の分周期により1秒の基準信号を得るものもある。また、天文時計のセシウムやルビジウムなどの原子の規則正しい挙動を基準信号として用いる原子時計からの時刻信号を自動的に受信し補正する。 電波時計の機能を持つ製品も増えている。デジタル表示用の素子には、家庭用としては、液晶表示や LED 表示、蛍光表示管表示などがある。一般には乾電自動車ができ、省電力で有利な液晶表示が多く使われるが、交流電源で使われる、家電機器の内蔵時計には、現在も LED 表示や蛍光表示管方式がよく用いられる。 またアンティークなインテリア用時計の用途では、ニキシー管を用いた時計も少数ながら出回っている。また、屋外時計では、昭和10年代には日本でも、数字型に折り曲げた、ネオンサインによるデジタル時計もあった。戦後には、多数の白熱電球を用いた、ドットマトリックス表示が長い間使われたが、近年は、LED 表示や、大型の液晶パネル表示や、 磁気反転パネル表示などが一般に用いられている。表示素子の特徴として、それぞれ以下の特徴が挙げられる。表示装置の駆動方法は一般に表示する素子を直に回路に接続するスタティック方式と縦横に交差した回路にそれぞれ素子の線を接続し、自分割りで電気を流すダイナミック方式に対別される。スタティック方式は表示機駆動に伴うノイズが、 発生しにくく、高級なラジオ受信機の表示部に用いられることもあるが、表示器につながる配線の数が多くなり、消費電力も多くなりがちである。一方のダイナミック方式は、表示器につながる配線の数を少なくできる。しかし発信機を使い表示器を自分割りで部分的に表示させるため、ちらつきが生じやすく目が疲れることがあり、 ラジオなどの電波ノイズの発生源となることがある。コルトベルト社の1890年代の回転版、表示式のデジタル時計。機械式デジタル時計の例。ラジオと一体型のもの。時刻を歯車やカムなどの力学的な伝達機構により、機械的にデジタル表示をする方式で、回転ドラムや円盤を回転させたり、数字盤を反転させたりすることで時刻を直読するもの。 全枚動力による回転盤式のものは19世紀にはすでに登場していた。現在も機械式デジタル時計の一種として広く知られる。反転版式デジタル時計は文字の数字を羅列した板をたくさん用意しておいて、水車のように回転させて現在の数字を示す。需用の24枚と分用の60枚があり、それぞれ爪では軸型で1枚ずつずらす。 時間を決める原理は交流式の家庭電源によるモーター駆動であるのが普通であった。電卓から発展した液晶式や LED 式のデジタル時計が普及する80年代よりも前には回転ドラム式デジタル時計とともにこの方式が主流であった。21世紀になった現在でも古くからある空港などでは機械式デジタル時計が置かれているところもある。ありがとうございます。